はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、現在あのローゼツの、EX、一番多分強いであろう12章の、12章じゃない、12章か、12章の EX2 ですね。あの EX3 と EX4 はね、かなり、まあ、言い方あれだけど弱体化しすぎちゃってて、あのまあローゼツ、あの今回等倍でやるんですけど、見てください、こちら五凸の、五条先生の方がいらっしゃいましたので、フォローさせていただきまして、125レベル、五凸この五条先生、まあ、あの多分今朝投稿されてると思うんですけど、15時に、まあ、五条悟が出るということで、この五凸五条先生のちょっと強さをね、まあ、拝見したいなと思います。前多分なんか五凸五条先生やったと思うんだけど、ちょっと改めて今回はこの伏黒くんも入れてね、伏黒くんもちゃんと入って、さらに学長も入れてのこの最強の五条悟、五凸したらどれぐらい強いのかやっていきましょう。めちゃんこ楽しみ、これ。いや、これによって僕のガシャ引くモチベとかも変わってくるからね。やっぱり五条先生を引いて損は絶対ない。損っていうか、うん、もう引かないとちょっと、まあかなり、なんだろうな、まあ損になるよねっていう話よね。絶対あの今後もなんだろう、もう使われなくなるっていうことはないと思うから、まあまあ今後さすがにね、あの1周年とかの、多分1周年の例えばスクナが出てくると思うのよ。スクナ来ても五条先生は多分ずっと使われると思うのよね。まあさすがに2周年とか来たらもう五条先生さ、なあ、まあそれ以上のキャラクター出てくるだろうけど、五条先生マジで強すぎるの。4万超えてるからね、これ。4万近くだからね、 HP。その時点でまあちょっとおかしいんだけど、でデバフを 60% でしょ、それをかけることができるってちょっとね、えぐみ沢ですね。ということで、じゃあ行きましょうか。まあモキュブラパン打っといて、で連続切り払いして無限の収束しましょう。どんぐらい入るのか見てみたい。風なぎモキュブラパンで連続切り払いからの無限の収束、はいドン、オッケー、9万6000ね。まだあれだよね、追い風してない状態だよね。全くあれか、デバフなしで今こんぐらいいったのか。無限の収束いきます。さあ、もう9ブラパンで切り払いして無限の収束20万。追い風したらやばいね、この人恐ろしい火力だよ。ワンチャンこれ青で一撃でいけんのかな、ちょっとやってみたいな。最善の一手を、ちょっと待ってね、これ一回やってみたいのが、看護ワンエーテもしちゃって、うん、で術式の開示しとこう。これあれ、これ面白いことになるか、もしかして五凸五条先生使ったら。ちょっと待ってね、もしかしたらワンチャン看護ワンエーテで、ここでとりあえず周りを倒そう、周りを全力で倒しに行きます。ここまだデバフかけない、連続切り払いでもいいけどね。どうしよっかな。いや、まだどうせ術式の開示看護相手でとりあえず1デバフさえしてくれればいいから、次のターン倒せばいい。ここでた、あ、これ倒すのか、まあいいや、いいや、 OK、 全然いい全然いい。さあこれで、あれ領域展開終わっちゃった、終わっちゃったわ領域展開消えたわ。じゃあいいや、デバフなしでいきますか。徹底指導だ、キャッシーしてやるか。2ターン続くよね、だからまだいい。で切り払いしといて、手加減してやらねえぞ。無加減、まあ無限の収束でいいか。さあどんなもん入りますかって感じよ。さあキャッシー、キャッシー、まあ必殺技以外にもね、無限の収束がどんぐらい入るかちょっと気になってたんで、で無限の収束ポン47万、一発ほぼデバフなしよな。伏黒くんのデバフ ないからね今回。でモキブラパンでじゃあ下げてきます。連続切り払いする。でまだちょっと無限の収束しよう、まだちょっと青打っちゃうと多分勝っちゃうから、ちょっとまだ強さをちょっと見せたい。無限の収束で83万。待て、やばすぎだろ。ちょっとまだ楽しませてくれ、モキブラパン切り払い、いやこれでいい、無限の収束。まだまだちょっと必殺技打ちません、ちょっとあえて打たないとくわ。五条先生のこっちの方が多分強さ分かりやすいと思うから、いきます、無限の収束。さあどんなもん、
60万安定してこれを出すのはエグすぎるわ。じゃあここでじゃあ行きましょう。そろそろこれでブレイクできると思うんで、モキモキブラパンからの無限の収束。さあどんなもん、パーン51万。もう青打たんとこ、青打たないで、看護あえて打って、無限の収束、無限の収束だけで勝つわ。青は青でやると多分倒しちゃうから、看護アンエイテイ、まだ倒しちゃダメよ、まだ倒さないでね。で無限の収束61万ですね。さあどんどんいきますよ。ボキュブラパン霧払いです。そして無限の収束、これで多分終わるんじゃないかな。ボキュブラパンでデバフしてドカーン80万。俺の勝ち。青打たずにこれはやばいぞ。5凸欲しいなぁ。いやぁ、5凸にしたいなぁ。よし、じゃあ次、ブギウギ呪霊に行きましょうか。ブギウギ呪霊をちょっと戦いたいなと思います。多分、看護あえてあれだね、ウェーブ3で打たんといかんね。さっきは。ちょっとミスっちゃったので、まずは霧払い。最初はもう引き付けだね。やんのがてめぇ。とりあえず、五凸五条先生のさらに強さを引き出すために、今回はちょっと気をつけて、ウェーブ2で看護アンエーテ打たないように気をつけよう。まだ伏黒くん使い慣れてないからな。でもこれからどんどん使い慣れていかないといけないキャラクターではあるので、風投げ指導切り払いやんのかてめえで、まあ一人はちょっとダメージ受けちゃうけど、まあいいでしょ別に。はい、切り払い。ペン。あっ、呪力下げられるのは全然いいや。でここで、倒しに行ってもいいけどね、倒しに行くか。追い風攻撃で、ここはもうガンガン行きます。失速切りして無限の収束もこれやって、もうどんどん倒していく。どうせウェーブ3まで絶対溜まるんで、必殺ゲージは伏黒くんのね、伏黒くんの必殺ゲージさえ溜まればいいんだけど、なんか一人生き残ってんな。なんでだなんで君は生き残ってるんだい。ちょっとやめてくれたまえ、生き残らないで、生き残っちゃダメ。うん、さよなら。でここ追い風して、モキュブラパン失速連続切り払いして、ここちょっと術式の開示しちゃおうかな。うん、ちょっと五条先生の火力をちょっと上げつつみたいな感じでいってみよう。切り払い、痛い、アバスミ、大丈夫。追い風、ここでモキュブラパンで倒す、失速切り、無限の収束するか。よし、これでいこう。追い風、モキュープラパン、失速ゲール、無限の収束、さよならさん、29万。で、必殺ゲージはもう溜まってるので、追い風、まあ倒せばいいか、指導を、切り払い、これで多分倒せるよね。で、無限の収束しとくか。無加減入れてもいいけどね、まあいいや、これで。さあ、指導を、切り払い、よし。さあ、ここで次、看護あえて早速打っちゃおう。早速ってデバフかけに行きます。追い風、モキブラパンで看護アンエイテで、ここはずっと無限の収束でいいかな。はい、どんどんデバフをかけていくと。でも今回はデバフが目的じゃないからね、火力、今回の五条先生は火力重視なんで。さあ、しかもスタンもする、最高です。スタンです、動けません。追い風、まあモキブラパン、まあキャッシーでもいいんだけどね。で切り払いですよ。で無限の収束、さあ行くぜモキブラパン。そしてさらに切り払いで火ダメージ下げて、さあどんぐらい入る。71万だ、強いね。5点ダメージも食らわないしね。 60% とさらに火力ダウンしてるんで。で風なぎ、モキブラパン、切り払い、無限の収束、さあどんどん火力が上がっていく。でもあれかな、ももちゃんのな 60% が消えたかな。80万ダメージ。青打ってみるか。もう青打っちゃおう。これで倒そう。追い風、キャッシー、切り払い、あ待って、これダメだ。あそっか、モキブラパン、これやるか。で切り払いして、じゃあ行きましょう。青、さあどんぐらい入るのか。指導を切り払いで青を、さあどんなも入る。ちょっとゆっくりしましょう。火力、敵の HP 見たいんで。さあどんなもん、ポン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 、うわー300、等倍322、
さらっと出すのやばいな、本当に強すぎると無限の消息。はい、ということでこんな感じでもう EX のキャラクターもやっぱりごとついると余裕で勝てるね。もう復讐もしておきなさい。まあ結構5凸じゃなくても1凸でもね、五条先生で余裕で勝てるんだけど、5凸だったらさらに余裕で勝てるみたいな感じだね。レベルも125レベルだし、いやーやっぱ強いわ。はい、というわけで今回5凸の五条悟で、まあ、EX 挑んでみたんですけど、やっぱり強いので、まあでも僕はさすがにちょっと5凸までは狙えないけど、まあ、少なくとも2凸にはしたいので、ちょっと1体は絶対ゲットしに行こうかなと思います。一応やっぱり 10% 上がるんでね、あの1凸と2凸、の間っていうかね、だからでそっから 5% なんで、まあ、3凸4凸5凸、まあ、だけど、まあ、30% ぐらいでいったらいいのかなっていう感じで、はい、だから皆さんもぜひね、あの五条先生持ってない人も、あの多分引けなかったっていう人も、今回まさかの復刻が来たんで、ぜひここは狙いに行きましょう。はい、というわけでじゃあ皆さん今回この辺りで終わります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。